candidly today as to what sort of activity we should engage in the run-up to that point at the UN. 命は十分残っていると、そう思えばこそ我々はさまざまな外交努力を今傾けているところであります。韓国と北朝鮮との間の話、表に出ている部分、出てない部分、いろいろあるんだろうとこう思いますけれども、韓国は韓国なりに一生懸命努力をしているということであろうし、日本も日本として努力をしております。そして我々が期待しているのは、中国により大きな、もっと積極的な役割を果たしてもらいたいと、これまでも中国は努力をしているわけでありますけれども、そうした外交努力、あるいは今回のこの G8 の声明というものをしっかりと受け止めて、北朝鮮が反応をするであろうということを期待をしております。ただ、いつまでも待っているわけにもいかないし、また、6者協議に戻るだけが目的ではなくて、核兵器の廃絶というものが真の目的であるということに照らして考えたときに、まだまだ困難な道のりはあるけれども、その困難な目的を我々は達成する平和的な外交努力を今後とも最大限にしなければいけないとこう考えております。This can't go on forever, and we cannot have a situation where the DPRK, North Korea, has a nuclear weapon system and a delivery system and threatens its neighbors. その決議に対して我々は賛成票を投じる旨、約束をしていくを日夜続けているところです。Thank you all very much. Thank you. ありがとうございました。Thank you very much. じゃあどうぞ写真をさっき撮ってください。